疲れ様です。はい、今日は、はい、トイの塗装。トイの塗装。そうです。ちょっとコツがあるんで。はい。はい。この塩ビでできてるトイなんですけど、はい、もうツルツルなんで。ああ。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。本当ツヤがすごい出て鏡みたいになるんですけど、はいはい、やり方によっては失敗しちゃうともうシュシュつかない。ああ、繊細な作業ですかね。繊細な作業なんですよ。はい。それコツがあるんで。はい。もうちょっとローラー編とハケ編で考えてるんですけど。はい。誰でもまあ綺麗に塗れるよ。誰でもが牙です。で今回ちょっと、はい、ハフ、いつもこうやってハフとかはだいたい一緒に塗っちゃうんですけど、はい、まあ、ちょっとこれ木部だったんでキシラデコールっていう、はい、防腐剤、防虫防腐効果、はい、木なので腐らないようにする塗料が塗ってあります。はいはい、なんでこっちはユメロック。ユメロック。はい。これと色分けするんですよ。はい。はい、ちょっと一回抜きますね。はい。はい、なのでまずこいつを汚さないように気をつけて。これちっちゃいハケとか使うといいですね。はい、トイも一応立体なので、ええ、裏側があるんですよ。こうやって。見えるかな。見えますか。こういうところが目残し出やすいので。はいはいはい。あとこの金具のところ。はいはい。金具のところがローラーが入りきらないってことがあるので、はいはい、最初にもうハケで取っちゃうんですよ。こういうところ。ああはいはい、ハケで取っちゃいます。こっちの裏側も目残しが出やすいので先に塗っちゃいます。であとはちょっとスピード勝負なんですけど、はい、この今ハケで取ったところが乾く前に材料を軽くつけます。はい、はい、でこの塗るものの塗るものの間に材料を置いてあげます。まずこれを両サイドに引っ張っていくんですよ。はいはい、これをちょっとずつ重ねて伸ばしてって、で最初はちょっと柄も残っちゃって大丈夫です。あの、はい、ちょっと粗くてもいいのでもう全部こうやってぐちゃーって均等に伸ばしてやる、はいはい、仕上げとは別 で今結構力入れてちょっと塗ってるんですけど、最後仕上げになるんですけど、はい、まだちょっと柄が粗いですよね。そうですね、なんかローラー目が柚子の肌がちょっと粗いので、はい、ちょっと次力抜いて材料がなくなってきた頃見計らって、力抜いて一定方向ちゃんとまっすぐ角から、はいはい、角まで鳴らします。綺麗ですね。そうそう、目残しの角で見ながらこのここもこういうところ残りやすいので、ちゃんと見てこのハケで入れてもいいかもしれないですね。はいあとはこの柄をなるべく細かくしてあげます。で、半乾きだと、あの同じところをもう一回触っちゃうと、はい、乾いた塗料の上にもう一回乗っちゃうので無駄になっちゃうんですよ。そうですね、半乾きの上に乗るとそこだけ2回塗りみたいな形になっちゃうので、はいはいはい、まあ、ちょっとスピード勝負ですね。で、絶対その区間切れるのでこことここで切れますよね、塗装が。はいはいはい、なので欲出さずにちゃんと1個ずつワンスパン丁寧に、そうです、仕上げていくのがコツですね。これもう無視して効率重視で、例えば裏側だけバーって全部いっちゃって、はい、よしじゃあ次表やろうって。確かそれ早いんですけど、その下塗った後のもう一回重ねでどうしても段になっちゃったりとか。ああなるほど、そうなんです、つなぎが出ちゃうんで、絶対切ってください。難しいですね、なかなか。そうなんです、ルールさえ決めちゃえば、うん、絶対大丈夫です。これ丸沿いなんで全部一個つながってますけど、はいはいはい、四角い問いもあるんですよ。ああ見ますね、たまに。そうです、四角い問いも裏なら裏だけやっちゃってもいいんですけど、面になってるので、裏だったら裏だけやる、はい、下は下だけやる、表面は表面だけでやるって3回に分けていくと結構綺麗にいくんですよ。で、さっきここまでで一応ハケ止めたんですけど、はいはい、その塗料で上から下に垂れてくるじゃないですか、はい、でこういう金具類ってこうやってなんていうんですかね、こうやって角で切っちゃうとこれ垂れるんですよ、ね、残りますよね。そうです、これで雫になって出てくるじゃないですか、はい、でこれも意識してれば別にこんなことないんですけど、ええ、もし知らんうちにこうやって垂れちゃう場合があるので、ええ、実際このさっきの時になんとかさっきの時にこうやって一気に塗っちゃうと時間差でまた垂れてきちゃうんで、 はいはい、あえてそのラグ作る。ああなるほど、はい、それこそですね。最初にハケ取っといても垂れるの前提で、でも垂れ切っちゃったのをこうやって拾ってあげたら後からたまりが出ないですよね。もう最初に垂れてる程度、はいはい、こっちも止めててもうある程度垂れるところまで垂れてるので、あとはここでつなぐとまた後垂れがないんですよ。そういうことです、うまいこと。そうなんです。
結構トイとかアマドとか、フタイブ系の塗装って技術的なところがあって、あの腕の差も出るんですよ、ね、この人の塗装上手だなって見極めるポイントも結構こういうフタイブだったりしますね。はい、じゃあ次ハケ編で。ハケ編、はい、でおすすめのハケなんですけど、はい、40ミリぐらいの羊毛ですね。ちょっとじゃあ、はい、ハケ編塗っていきますね。細かいところ埋めちゃいます。はい、で材料の量を見ながら、はい、とにかく均等に仕上げます。ゴベゴベですよね。最後に鳴らしって言って、はい、毛先でまっすぐ鳴らします。これも角から角まで、はい、スッと。これも早くやらないと、うん、すぐ乾いちゃうので、うん、分かりますか。綺麗ですね。でも顔が映ってますよ、寺西さんの。ハケも性質でですね、はい、あの一本の毛が毛先の方が細いんですよね、やっぱ。はは、毛がなんかこういう風に生えてるのよ、山に、はい、ってことは毛先の方が細いじゃないですか、はいはい、なので仕上げる時もグッて力入れるんじゃなくて、その先意識して、はい、先の細いところで引っ張っていく、風にすると綺麗です。いいよ。これがハケ、これがローラー、ハケ、はい、ハケで塗るのとローラーで塗るの、はい、違いというか、あ、使い分けですか。はい、まあ、基本全部ハケで塗ったり全部ローラーでいったりとかではない。そうですね、基本的にはもうどっちかに揃えないといけないです。でももう一回この柄つけたら、はい、これにはできないので。まあそうですね。なのでまあ全部ローラーで通してますね。お客さんの好みとかももありますね。はい、基本的にはもう僕らローラーで、はいはい、効率がいいので。あ、まあそうですよね。そうです。そんなでも悪い仕上げじゃないので。はい、そうですね。もう好みもありますし、はい、はい、基本的にはローラーで。基本ローラーで。そう、結構多いですね。昔の職人さんとか、僕の前の本当親方さんはもう結構熟練のおじいちゃんだったんですけど、はい、もうハケじゃんみたいな。ああ、へえ。ハケで。そうそう、これのことおもちゃって呼んでましたね。おもちゃって言うんですね。おもちゃで塗ってるそう。こんなちっちゃいローラーもなかった。はいはい。今こんな便利なものがある、はい、ミニローラーで。さっきの本当やり方やればもう誰でも塗れます。はい、練習すれば。勉強になります。はい。こんな感じでいいですか。はい。また見てねー。今日はベトナム人のピン君なんですけど、はい、ピンは3年生なんですよ。3年生ピンさん試験やったね、はい、どうでした出来は。苦笑い。なんで簡単だったでしょ。簡単じゃない、できた、はい、卒業の、はい、あー本当パテからやるんですよ。ビニヤ板にパテやって、はいはい、製図してシーラーやって、で鉛筆の線の上、ペンキでハケではみ出さないように塗っていくんですけど、結構難しいよ。難しいですけど、もうちょろっとやってきちゃいますね今。簡単でしょみん、はい、仕事簡単。恋人募集してます言わないと。恋人欲しいです。